まあ、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日は作っていきます。作っていくっていうか焼きますよ。焼く前にちょっと待ってください、ね、焼く前にちょっと待ってください。ジャンツォンジャン、ジャンツォンジャン、今からパンを焼きます。ジャンツォンジャンです。で、ファージャオラジャン、ファージャオラジャンでございます。ジャンツォンジャンとファージャオラジャン、もう両方最高です。両方最高でございます。チーズもあります。チーズも用意してあります。さあ、本当はこれもね、乗っけて焼こうかなと思ったりもするんだけど、したんだけど、それどうしようかなって今か、いや、いらないかなと思ってます。やっちゃおうかなとも思ったりもしたんですけど、いらないかなと思ってます。いや、もう絶対これだけでも美味しいから。でもマヨネーズ先生はいっちゃおうかな。マヨネーズ先生はいっちゃおうかな。マヨネーズ先生はいっちゃおうかな。どうでしょうかね。このようにしてジャンツォンジャン、もうこれはほん真っ白すぎて分かんないけど、やっと合ってきたぞ、合ってきたぞ。これほんと美味しいからね、びっくりしたもんね、最初食べた時は。非常に美味しいです。で、こっちがファージャオです。こっちがファージャオラジャン。もう混ざっちゃうけどいいでしょ、混ざっちゃうけどいいでしょ。ここまではこうなんですよ。で、とろけるチーズも買ってきてあるんで、とろけるチーズもいくんですけど、こうして、あい、あ、いやいや、いや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 、どうしましょうこれ。ちょっとごめんなさい、ほんとごめんなさい。はい、ごめんなさい。いかんよ、いかんよね。そう、もったいないからね。こうしてもうちょっといきたいな、もうちょっといきましょうよね。もうちょっといきましょう。あれ、ちゃんと映ってるか。あんま映ってないな。もっと下か。しまったね。これは映ったね。これは映ってたね。ちょっと待ってくださいね。こうして、うん、いいじゃない、いいじゃない、よしよし、いいでしょう、いいでしょう。ついてないね。マネ先生も行こうか、行きましょうか。マネ先生も、お願いします。軽くね、軽く、軽くですよ。あー、出す。あー、出す。あー、やばい、やばい、やばい。ごめんなさい、もう本当にお腹減ってきた、お腹減ってきた。とろけるチーズなんてもう本当めったに買わない岸場くんですけど、とろけるチーズ買っちゃいましたよ。とろけるチーズを買っちゃいましたよ。とろけるチーズを買っちゃいましたよ、岸場くんが。あー、お腹鳴ってる。聞こえたかな、聞こえないかな。ごめんなさい、今ちぎってますね、ちぎっております。キジマがとろけるチーズをちぎっております。避けやすい方向があるな、こりゃ避けやすい方向があるな。よし、そういう、学んだね。まあ42歳ですけれども、まだまだ初めて経験することだらけ、学ぶことだらけです。そして学んで経験しては忘れて、学んで経験しては忘れ、あ、こうです。経験しては忘れてして、結局何も身になっておらない、おらないじゃない。何も、おら、こうだ、こうだ、こうだ、こうですよ。何も身になってないぞと、そういうふうな人生を送ってきておりますけれども、まあそれはそれで、それなりに楽しくやっております。食べる前です、食べる前に飲む、飲まない、ちょっとごめんなさい、興奮しちゃいました。よし、あー、いいね、チーズたっぷり。そのままね、ピロンとね、乗っけてもいいんでしょうよ。でもこの方がね、溶けやすいんじゃないのと、この方が美味しくなるんじゃないのと、そういうふうに思ってやってるわけですよ。3枚で、3枚でいきます。3枚で、方向がわからないけど、こうでいいか。ああ、違う、逆だったか、こうか。そうだ、贅沢だよ、贅沢。うわ、早く食べたい。これ3分、4分、5分ぐらいかかるからな。かかるんですよ、そんぐらいは焼くのに。どうしても1階の、あー、お腹減った。鳴ってる、鳴ってる、聞こえてます。1階のチンではない、チンじゃない、そのトースト期間ではない、時間ではない、
多分行かないと思うんだよな。一応行くか、念のためね。念のため。しまった、ちょっとあれです、ちょっと竹田つもりだったけど、あれです。よし、こうです。まあいいや、まあいいやじゃないな、こうしよう。上にものけるか、まあいいか。これが焼く前です。今から焼いてきます。行ってきます。黒潮はるかに明け渡り、じゃかちゃっちゃ、はいはいはい、よしよしよし、はい、できました、はい、できましたよ、できましたよ。やっぱり2回、これでも2回です。2回焼きました。皿のまま行ったらまたガシャっていっちゃうかな。こうするか、あ、下がついて、いやー美味しそう、美味しそう。早くこの白いの慣れてが、カメラちゃん慣れてちょうだい。あいこうです、あいこうでございます。あーいいね、いいっすね、いいっすね。ありがとうございます。ジャンツォンジャンからいきましょう、ジャンツォンジャンからいきましょう。あ、ちょっと待って、そうじゃない、そうじゃないです。いただきます。美味しい。あれ牛乳って言いましたっけ？牛乳です、牛乳。あー牛乳美味しい。そしてあ、しまっちゃったよ、ジャンツォンジャン。これに行ってもよかったけど、前田先生、今日は前田先生でお願いします。あーだす、あーだす、あーだす、よしよし。今日も絶好調です、今日も絶好調でございます。うん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 、また噛んだ、痛い。同じとこばっか毎回噛むから、ほんと。やっぱ美味しいな。トマトもキャベツも玉ねぎも。ダメだ、これ最初に、あー美味しそう、ほんと美味しそう、ほんと。全部食べちゃいそうになるわ。途中で食べたいからね。よし、危ない。ジャンツォンジャン、とろけるチーズパンでございます。うんうん、あー美味しい。あ、前田先生やっぱ強いな。ジャンツォンジャンめちゃめちゃ強力ですけど、完全に前田先生が負けてるっていうふうにはならない。負けてるんですよ、もちろん。この感じだとジャンツォンさんが、ジャンツォンジャン半端じゃなく強力だから。でもちゃんとね、存在感示してる。だからこれ勝ち負けじゃないんだな。うん、そうか、言い方間違った。うん、いやめっちゃめちゃ美味しいわ。チーズもちゃんといるし、あ、ほらね、とろけてんだよ、ほらね、とろけてんですよ、ほら。うん、うん、おいしい。いや、このとろけるチーズおいしいな。
やっぱパンもいいな。パンもいいね。ああ、おいしい。ほんと刺激が強い。このジャントンジャンはほんと刺激が強い。大丈夫です。キャベツ、玉ねぎ足りんかったな、これ。強力だから。いや、ほんと美味しい。めちゃめちゃ美味しい。全然足りないよ、ほら。バージャオラジャンの方、まあこっちの方が赤いから、白白系ばっかじゃないから見やすいし、見た目は美味しそうではあるね。やっぱいいな、やっぱいいな、ファージョラじゃん。やっぱチーズと、マヨネーズ先生とフォアジャオラジャンは合うな。めちゃめちゃ合うな。辛いな。ほらほら、ほら辛いな。刺激という意味ではジャンツォンちゃんの方がごめんなさい、強いでしょうけど、ちょうどポケットに入ってる。すごいね、ポケットに入った。ごめんなさい、こう言ってポケットに入ってました。今何でしたっけ。そう、辛みではやっぱファージャオラジャンですね。卵の黄身なんか、卵なんか乗せてもさ、間違いないですけど、今日はそこまでは考えが回らなかった。誰かのコメントでいただいたんだよな、ホットサンドの動画どうですかって。確かにね、いいね、あれね。やったことないですけど、いいかもしんないな。何食べてもね、簡単なんでしょ。パン、具材、パン、いいでしょ。電気のやつと火実際にやるやつがあるんだよね。火実際のでいいじゃないね。その方が小さく済むだろうし。
ガスもあるし、カセットコンロだってあるんだから。いいかもな。いや、しかし美味しかったな。しかし美味しかったな、これ。いやー、もうこれまだファージャオラジャン食べたことない方、ジャンツォンジャン食べたことない方、まあ、今両方とも僕は商品名、発音やら商品名やらがちゃんと当たってるかどうか定かではないですよ。ちょっと怪しいですけど、業務スーパーで買ってきたやつですけど、まだの方、これね、ぜひ試していただきたい。もうすごいから。ふがま、卵焼きじゃない、卵焼きももちろん美味しいですけど、美味しいでしょうけど、卵かけご飯、パン、大概のものに合うんでしょうね、これ。本当に美味しいパンでした。パンたちでした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうぞ。